はい、今回はシェイプアニメーションの入門解説の第1弾としまして、よく使われるこんな感じの円形に配置された線のアニメーションの作り方をご紹介していきます。まず平面が1枚置いてある状態を作ります。そして新規、シェイプレイヤーを配置します。このシェイプレイヤーにはまだ何も入っていませんので、コンテンツから追加、長方形を入れます。これで長方形が入りましたね。そしてこの長方形に対してさらに追加、塗りを入れることで見えるようになります。この塗りから色を設定します。白にしておきます。そしてサイズを変えることで線にしていきます。細めていきます。5ぐらいですかね。そして長さを調整します。これで線ができました。次にこの線を動かしていくのですが、その前に追加からのグループを作成します。そしてこのグループの中にこの長方形と塗りを入れます。そうすることでこのグループのトランスフォームが出てきます。この下にあるのが通常のトランスフォームですね、レイヤーの。とは別にこのグループのトランスフォームが出てきます。このトランスフォームを使って動かしていきます。1にキーフレームを打ちます。そして上に動かしていきます。こんな感じですね。そして次に長方形のサイズを開き、キーフレームを打ちます。出現時の長さを0にします。高さを0にすることで0になります。こんな感じですね。伸びていくようなアニメーションになります。さらに、スケールにキーフレームを打ちます。そしてスケールの高さを0にします。すると線のアニメーションがこんな感じで伸びながら短くなっていくようなアニメーションになります。長さを調整していきます。サイズ300。これぐらいですね。これで1本の線のアニメーションができました。次にこれを増やしていきます。コンテンツの追加、リピーターを選択します。このリピーターを使うことで線を増やすことができます。もうすでに3本に増えていますね。これを3本、コピー数3本のところを16本にします。こんな感じですね。次にリピーターのトランスフォームを開きます。で、この1が幅ですね。リピートのコピーの幅です。これを0にします。すると、一つにまとまります。これに回転を加えていきます。こんな感じですね。均等に配置するためには、360度を16本で割りますので、一つの角度が 22.5 度と。これで均等に配置されます。すると、こんな感じで円形に配置された線のアニメーションになります。こうして作ったシェイプのアニメーションに、いわゆる通常のアニメーションですね、と合わせて使うことで、スケールですね。シェイプのアニメーションに合わせて出現させると、こんな感じになります。そして U を押してキーフレームを全て表示させて F9 でイーズをつけます。するとこんな感じですね。こんな感じで一つのシェイプアニメーションをリピーターで円形に配置することでこういったアニメーションを簡単に作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。